皆様お待たせしました。これよりフォーカス M 第54回戦の模様をお届けしてまいります。実況は私山田学部、解説は今野慎太郎が務めます。今野プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。対局室の準備ができているようです。54回戦統廃の開始です。よろしくお願いします。54回戦はちいちゃから柴田、沢崎、黒沢、萩原以上の並びでスタートしました。本一局ドラは9ピンです。さあ53回戦は、まあ、大物手とか、まあ、上がりがすごいいっぱい出て、そうですね、見どころ満載の対局となったと思うんですけども、まあ、その中で萩原がトップを取ってと、うん、そうですね、黒沢さんも上がりが、ね、なくてね、はい、結局ラスになってしまったんですけど、はい、見どころ十分のね、マージャンで、そうですね。さあこの局は、まあ、先ほどに引き続き萩原がいいハイパイを、手にしています。はい、そうですね、もういいジャンですね。はい、沢崎さんは代わりでまずまずまとまってる、うん、黒沢は本一を見ていくかどうか。あ、これお闇点から、あ、これでいいシャンテンですね。今はい、ピンズが577なんですね。そうでしたね、ゴロチに見えてました。さ、沢崎もツモがいいぞ。そうですよね、いきなりとにかくね、面単品の両面で一応打たない理由がないですからね。うん、そうですね、そうですよね。さあイーシャンテン、ピンズの部分がどうなるか。さあこれでチートイツのイーシャンテンになるのは黒沢、うん、さあ引いてきたのはパーピン、これ両面変化ですか、はい、ドラが9ピンなので、さあどっちから切るかってことですね、うん、チーピンから切っていく。なるほど、かわして例えばね、はい、チーピンとか頭のロワンポンしてのポンテの先手はいらないと。うん、なるほど、ローピンは当然のスルーです。でこれでブーピンは切らない。あ、差し子見てるってことですか。うん、そういうことですね。数ピンや3ピン引いた時はねちょっとわからないんですけど、数ピン引いた時の差し子変化ですよね、はい、なるほど。さあやはり手役はこうどこかに求めていきます、萩原、うん、まあ、コメントでですね、萩これ出た後勝ってるねというコメントが来ているんですけども、いい調整の場になってるってことですかね。うん、そうだと思いますよね、うん、あのもちろんね普段お忙しいですからね、はい、忙しい中でも、はい、マージャンやる場面って限られてくるんですけど、うん、ね、これ本当にちょっとでもスケジュール空くと出たいってことで出ていただいてるんで、はい、忙しい合間を縫って今日の2対局含めても10対局してるわけですからね。うん、そうですね、私6対局しかしてないんで。あ、そうですねまあ頭が下がる思いですけど、はい、熱意をすごく、まあ、感じる人も多いと思いますが、いやもう、ね、そういう部分に熱意しかないと思いますよ、はい、かっこいいなと思いますけども。さあ親の柴田はここで両冠を選択、246の形に構えます。うん、そうですね、はい、さあこれでチートイツ先輩ドラ短期でいった、はい、黒沢がドラ短期のチートイツをリーチしていきます。さあそれで同順、萩原が天敗、闇点ですね、ローピンが現物、あっちは6球ピン、黒沢さんの現物と、はい、どちらかというとこう上がり率を重視したイメージ。そうですね、萩原が6球ピン、親の柴田はイーシャンテン、沢崎もイーシャンテン。さあこれで天敗だが、うーん、カンパーピンは行きやすいですか。行きましたか、はい、ドラ表示杯のパーピンですがリーチをしていきました。さあここにパーピン統一なんです ね、 そうですね、実際は山にはもうないですね、山にはないと、はい、これカンパーピンですね、はい、
ピンズの上がね程よく見えてるので澤崎さんからしたら1枚2枚残ってるんじゃないかっていう感じの見かける位置ですけど、黒沢さんの統一がちょっと読みづらいんですよね。うん、そうですよね、はい、で萩原さんも、これでまあ折り打ちみたいなのは誘えなくなったので勝負に行きましたね。2軒目のリーチの澤崎に6球ピンが通ってないということで、はいはい、じゃあリーチしようと、はい、めくり合いに持ち込もうと、はい、さあ一発目は E1 ん、これドラまだ山に2枚ですか。うん、なんと、あーローピンを引いてきてしまった。これは萩原への当たり、はい、メンタンピン3900流れです。まあこれは勝負にいったね、あの判断が良かったですね、はい、そうですね、リーチ選択としてもまあ今のタイミングで、そうですね、あの6球ピンがねもともとそこまで悪いマッチとは思ってなかったと思うんですよ、はい、萩原さんの中で、うん、ただ黒沢さんの現物にまあドラも見えてなくて黒沢さんの現物にローピンがあったんで、はい、闇店で様子を見ていたと、うん、で澤崎さんのリーチによって、柴田さんとかからね、はい、あの折り打ちがちょっと誘えなくなったので、うん、マッチも悪くないと踏んでるのでリーチと勝負に出たと、はい、結果としてはまあその闇店よりもリーチして、まあ、単ヤオの方が出てと3900の上がりになりました。うん、まあスタートとしてはすごい感触良さそうですよね萩原は。そうですね、裏から1枚乗ってね、はい、漫画になってくれるのがね一番良かったと思うんですけど、はい、それでもまあ十分な上がりだと思います。はい、さあ2連勝へ向けて好発進曲は進んでトン2曲です。ドラは3増、うん、萩原さんも総トータル90まで伸ばしてきましたね。そうですね、今日ここでもう1回トップ取ると150ぐらい、150まではいきますか。上位に食い込んできそう。そうですね、さあ黒沢の手にドラドラ、萩原はどこを最終形に見ていくか、柴田は初が統一、親番の澤崎はチュンが統一、両面ピンズが両面になったところでソーズの両面を固定、うん、ドラが三増ですからね、はい、固定しやすいところか。そうですね、まあ、いわゆるスリムに構えてますよね、うんうん、沢崎ドラはまだ残します。さあこれで678のイーシャンテンになります。柴田黒沢はなんちゃなのでなんかあんこでも役はあると、うん、しかもドラドラですからね、はい、なんとかしたいところですけど、うん、他の形がちょっと厳しいところはあります。澤崎はドラをいつまで残すか。これで赤ウピンで目いっぱいと、はい、うん、6ブロックですか。6ブロックに構える。さあそのチューンをポンした澤崎ドラをジャントを固定、うん、急走は2枚切れているのでつもぎり。さあ E1 を引いて安全牌を1つ使っていきます。あとは赤ウーワンを切らない構えですか。そうですね、うん、やっぱ澤崎さんが親ですからね、はい、親の神茶なんでマンズの下がね通るとは限らないんで。なるほど、確実にパワーマンですね、はい、さあ萩原はシャーが重なってウーワン切り。これ柴田さんのうまく変わりましたね下に、はい、
さっきの場面でね、柴田さんも結局パワー残しておくと K1 を引いた時に結局1が出る形になってしまうので、はい、それが嫌だったんですかね。これで沢崎さん天敗ですね。嘘を切ってその嘘を注意して天敗を取ったのは沢崎関三ピン待ち。そのチーソーをペンチーソーで泣いたのは黒沢イーシャンテン。さあ一気に曲が動いて、ちょっと萩原さんは、はい、気持ち悪いんですかね。白一枚切れの白でちょっとバックしましたね。はい、萩原は少し受けていく形。まあ、黒沢さんの泣きがおかしいんですよね。ペンチーソーですか。一貫から言ってあの黒沢さんなんで、はい、安いわけはないと。そうなんですよね。じゃあ役は何といったところで、はい、さあ柴田が6万を引いて転敗です。でそうした時に1枚切れの白、はい、もう何ですかね、まあ、黒沢さんの見えてないファンバイとしては何と白があるんですけど、うん、一番入れの白はね十分あるってことでしょうかね。はい、さあ柴田は6球層待ちのリーチ。しかし9層はもうすでに場に全部見えているんですね。うん、そしてロー層が2枚見え、結構思い切ったリーチですね。はい、残り2枚ですがリーチしていきました。はい、沢崎はこれでサブローピンに変化ですね。サブローピン待ちに変化します。さ黒沢は沢崎の当たり牌の3ピンを引いて転敗。ローワンと三蔵のシャンポン待ち。ちょっとパーピンの気持ち悪いんですかね。黒沢さん上目がないわけでもないってことですか。さあローピンをつま上がりは沢崎、2000オール。これは交換色ウーピンローピンと積もって2000オールチュンドラドラです。親の沢崎の連チャンです。トン2局1本バドラはいいピンです。トン1局沢崎さん3900報酬したじゃないですか。はい、だけど、まあ、結果として報酬したんですけど、うん、感触はそんな悪くなかったと思うんですよね。あの結果としての報酬はありましたけど、はい、やってることが間違ってるってことは思わなかったと思うんですけど、うん、そんなに悪いわけではない、はいはい、あの結果もちろん負けたんですけど、はい、それは萩原さんにうまく打たれたんであって、うん、あの自分がミスしての報酬ではないんで、はい、なんていうんですかね、あの自分にブレーキをまだかける必要がないっていうんですかね。なるほど。ミスをしてしまうとあのどうしても行きづらくなったりするんですけど、うん、そういうのをすごく意識する打ち手ですもんね、佐々木は。そうですね、はい、さあ佐々木が見事なドラの統一固定から2000オールを決めた一本場。またしてもドラドラなのは沢崎、うん、黒沢はドラが1枚赤が1枚と、まあ、赤が1枚はもう標準装備ですからね黒沢さんの場合は少ないぐらいと、はい、なんなら。さあ萩原は2万を引いて手が引き締まります。ただ今日黒沢さんはね伸びてこないですからね。そうですよね、上がりまでがね、あと1枚がなかなか遠いんで、何かきっかけをつかむことができるか、ね、萩原さんはいいチャンスですね。柴田がこれで三眼光が見えてきた。さあこれでチートイツのいいチャンスは沢崎、うん、決めましたね。チートイツ、はい、ここでドラ離すか、チーワン先か。チーワンですか。さあイーシャンテンは萩原、うん、
だみんないいシャンテンですか、うん、この曲。真っ先にテンパイを入れるのは誰か。ああ、これはちょっと痛いってことですよね。そうですね、うん、さあ萩原はいいシャンテンの受け入れが広くなる。いい層はつもぎり。形だけで言うと萩原さんが一番いいですかね。はい。さあしかし沢崎の白髪チューンが柴田が白を1枚持ってるだけですからね。相当山にゴロゴロ。あ、今萩原がチューンつもぎりましたか。柴田さんドラもつもぎりました。黒沢さんドラにくっつけて、あ、これまた裏目の形。あ、これは痛い。天敗を逃した形となってしまう。もう一回急走か。ここで改めてイエピン3ピンか。急走。そうですね。さあ硬直状態が続いていますが、ここで白を打ち出しましたか、うん、ションパイをチョイスしましたね。そうですね、2枚切れの、はい、2枚切れで、しかも自分で切ってるシャーですからね本当だ。さあ出るか沢崎オリジナル。ただ山には確実にあるということと、はい、まあ安全パイにはいつでもなるということですか。ここでさすがにシャーですかね。一巡残したシャーが効くと。黒沢さんはこれ押すかどうか。 E ピン打てるんで、はい、E ピン3ピンっていくかもしれないですけどね。 E ピン3ピンは比較的打ちやすそうな捨て牌ではあります、はい、柴田どうしますか。 E ピンから現物が出てきましたね。はい、押した。9ピンを押していく。柴田は2万数万のつもり3万のリーチ。あー白が少し痛いか。そうですね。さあこれはう数ピン闇点3ピンを切って闇点すっちっそう待ちですが、それは柴田の現物と。そうですね、数層が特に通ったばっかなんで。はい、うピン3ピンが通った。はい、両万数万は何は1枚切れずつですか。1枚ずつ切れていて手配に1枚持たれている。数は1枚ですね。はい、残りは1枚です。沢崎さんはどうするか。嘘を行きましたか。嘘は押していったと。多分柴田さんというよりは萩原さんの方に嫌だと思うんですけどね。はい、萩原が押しているのは各社感じているでしょう、はいはい、さあペイを重ねたのは佐々木、うん、闇点ですか。初短期の闇点。1枚切れ1枚切れ、町としては絶好ですよ。そうですね、山にいそうですもんね。先にいたのはチュンですかさあそして残り1枚の数番を積も上がりを柴田リーチ積も3アンコ2004000は2100、4100、はい。沢崎さん白とねこのリューハとチュンの選択がちょっと裏面出てしまいましたね、はい、そうですね。実際山に多くいたのは初だったんですが先にいたのはチュン、うん、やっぱその前にやっぱ白短期の白のね、はい、シャー一巡残してのションパイの白あえて切っていった、はい、あの選択が痛かったですかね。 あれが結果としては少し裏面になってしまったと、うん、さあ曲は進みました。トン三曲ドラーナン親番は黒沢です。ここまでは黒沢いまいち乗り切れない、テンパイが遠いと言ったところですが、そうですね、今回はまずはドラーナンを重ねます。まあ普通のことですかね普通のことですか。 赤がないならチャンターみたいな感じですかそうか、そうですよね。今回は
チャンタがありますから赤は必要ないと。逆にただ多分これ泣かないんですよね。トン泣いて作っていくって感じはないんですよね、黒沢さん。あ、なんですか。はい、なんを泣いて、ね、あ、なんですね、はい。まあ、なんていうかね、いろいろほら今これね、泣く人だと、はい、キューピンから仕掛けても全然おかしくないじゃないですか。はい、そうですよ。ちゃんと確定しますからね、はい、とりあえず悠然とスルーですよ、はい、ノータイムでスルーでしたよね、うん、あ、しかし Q1 は行った、 Q1 からは行った。2枚目だったんです ね、まあ、ですね。なるほど、2枚目ならしょうがないわと、うん、そうですか、うん、さあその選択はどうなるか。キューピンがすでに2枚切れてしまっている。うーん、Q1 ね、キューピンスルーだったら、はい、Q1 もスルーでもよかったかもしれないですけどね、うん、一応まあカンパワー1がありますか、しといて、はい、だからこの手ってネック、キューピンの方がネックだと思うんですよ、はい、うん、だからキューピンを仕掛けないんであれば9万も動かない、2枚目もスルーしてと、うん、カンパワー1にしといていう手もありますよね、まあ、カンパワー1にしなくてもね、何がアンコロとかもあったんでね、はい、でもよかったかなって気がしますけどね。さあ澤崎の手が続々と伸びていきます萩原は統一手かメンツ手か難しいような配信になっています。うん、難しいし黒沢さんの仕掛けにね、やっぱ自敗が気持ち悪いんですよね、うん、そうですよね、黒沢の仕掛けですから、うん、2枚目とはいえ。さあ澤崎、あ、自力で引きました。自力で引いちゃいますね、はい、これで転敗、7700の転敗、はい、ちゃんとドラドラドラが出た時はどうするか。いや泣かないと思いますけどね。泣かなくても十分ですか。7700打点があるということと、はい、さらに警戒されてしまいますからね、ドラを泣くと。ドラ引いた時はどうしますか。引いた時はインピン打ちですかね。インピン打ちですか、はい、手出しで三増にしてしまうと、はい、イーソーっていうのは結構透けやすいじゃないですか。先にローソー切ってて9番仕掛けて、はい、このなったからって三増手出しすると想像の下が、あ、なるほど、相当警戒されますよね。1か2でしょみたいな風になっちゃうんで、はい、何個った場合はいいピン打ちだと思いますけどね。まあ、それよりね、イーソー引いた時ね、シャンポに変えるかどうか、うん、うん、ですかね。さあドラを重ねたのは柴田、沢崎は両面両面のいいシャンテン、うん、黒沢は関連像の天敗。さあこれですよね、イーソーつもぎり、そうですね、決めてましたね今、はい、もうドラは警戒されてるので、はい、期待ですと。さあこれは好判断になりそうで、さっき言ったようにね、三蔵手出すると想像の下が透けるので、はい、はい、ああでもこれイーソーですか、先にいるのは。いやでもこれ多分三蔵先打ってると、はい、イーソーは打たれないはずですね。まあ少なくとも先にリアンワンとか、うーん、あ、沢崎は、はい、まあ打たないですか。打ったと思います、はい、で最終的な勝負牌 にすると思いますけどね、はい、やっぱり気持ち悪いですよね、三蔵出てきちゃうと。この三蔵もちょっと嫌だけども、うん、形が形ということで切っていきます。そのスーピンオッチーの声は萩原、おお、さばきに行ってますか、うん、天敗取りに行ったのかな。一応三蔵引ければ差し子になりますね、うん、なるほど。さあその泣きによって佐々木に天敗が入る、うっぱっそう待ちで闇天を選択。さあ嘘を仕掛けてる2人の現物なんですね。パーソーを掴んでしまいましたね。パーソーはでも萩原さんからするとこのパーソーも黒沢さんに気持ち悪いんですよね。あ、なるほど。さあパースを先に打ったのは黒沢、はい、これは萩原が止めたのがまあ良かったというか、萩原からしたら助かったと。いやこれは結構萩原さん危ねえと思ってますね、はい、危ねえと思ってますか、うん、澤崎さん来てたかっていう、うん、
なんていうんですかね、はい、今一瞬ウーピン考えたんで、はい、佐々木さん来てるかなというのは感じたと思うんですけど、その前のパーソーだったんで、うん、はい、結構多分パーソー、テンパってたんだみたいな、うん、パーソーは多分ね黒沢さんの方に警戒して止めた範囲だと思うんですよね、はい、ションパイでしたね実際、うん、トイトイや、まあ、カンパス総待ちのチャンタとか、はい、当たる可能性はあった範囲です。さあ黒沢から沢崎へ単品ドラ1 3900の上がりと。そうですね、今回は結構みんなまとまってますね、うん、そう、トン4局ドラローピン、はい、さあ各社手がいいと、ここの黒沢さんは標準装備の赤と、当然のように赤、はい、でさあ萩原さんはドラドラになってと、はい、柴田さんだけちょっと遅れてますが、まあでもトンがあるので巻き返してはいけるよ。沢崎形がいい。さあぶつかりそうだ。さあこれでチートイツなども見えてきたのは柴田。あ、これどうしますか。うーん、どう選択しますかね。三面ちゃん残して、水槽三層ですか。水槽の三面ですね。萩原も形がいい。3万切り積もったのは2万2シャンテンですね、はい、沢崎もいいシャンテン、3面ちゃんと2面、黒沢はこれで2シャンテン、うん、テンパイ、ウッパーピン、闇テンを選択です。柴田もいいシャンテン、この闇テンは決まりそうですね。そうですね、パーピンは山にまだ2枚。この順目の早いドラマタギじゃないですか、はい、ってことはあの手がまとまってる人は処理したいじゃないですか、はい、ドラマタギって、うん、だからパーピンはこの順目だからこそ打たれる可能性があるんですが、はい、どうでしょうかね。萩原が赤ウソつむぎりでやや注目が集まりそうではあります、はい、うん、でもどうだろうな、実際イーシャンテンぐらいに思ってるそうですけどね。今度プロこれ同卓してたらまだイーシャンテンだろうなと、イーシャンテンっぽいなって思いますね。なるほど、だからこそ今のうちっていうね、はい、パーピン、ウーピンよりもやっぱパーピンの補充ってありえちゃうと思うんですよね、うん、やっぱり先入観も結構あるじゃないですか、あのこのルール、はい、後継ならリーチ打ってくるっていう。ああ、そうか、ちょっとこう、うん、リーチに寄りがちってことですよね、はい、裏がある、はい、一発や裏があると、はい、さあこれで数アンコウのイーシャンテンは柴田、もうドラゴンを切ってきましたね。これで逆に柴田さんの方が目立ちますね、はい、黒沢さんもイーシャンテンですが、これはちょっと柴田さんに対して考えてますね、どうしようか。柴田の欲しい3品数品トンですか、うん、マンズは打ちづらいんで想像のカンちゃんを落としに行ったと、はい、さあでテンパイですね、トンをポンしてテンパイ、うん、柴田さんもねスワンコーまでねまとめたいとこですが、もう煮詰まってきてて、はい、萩原さんがトンをつもぎってきたんで動きました。でもこれでちょっと萩原さんテンパイかもなが出ますかね。まあイーシャンテンのもおかしくないですけどね、そこからずっとつむぎってますよね、うん、つむぎなんでね、イーシャンテンのもおかしくないけど、もしかしたらテンパイかなっていうような感じも受けるかもしれないですね、はい、選択によどみがないんじゃないんですよ、はい、ノータイムで全部つむぎってますか、はい、来てるんで、はい、テンパっててもおかしくないなっていうような感じをちょっと受けるかな。なるほど、そういう間合いでもこう、はい、分かることがあるってことですよね。そうですね。さあここで3万を、うん、から切り、これから切りなんですけど、はい、これテンパイかなってほぼ思いますね。誰にも通ってない3万なんで、はい、うわ黒沢さん痛いですね。あースーピンが黒沢から打たれる、うん、柴田がトントイトイ
6400ですね、萩原さん。あ、これリーチウッドが良かったかなって感じですね。顔してますね。実際パピはまだ山に2枚眠っていました、うん、だから町の、あの思考とね、はい、選択が悪いわけじゃないんですけど、うん、結果としてね、それが柴田さんの泣きを呼んで黒沢さんの宝珠がね、はい、生まれてしまったんで、難しいところなんですよね。リーチを打つことによって自分の上がり率を、はい、上がり率というか出上がり率が下がるんだけど、結果的に積もれるっていうかね、うん、相手の上がり率を下げるんで、で曲を長引かせて、はい、積もれる、積もるチャンスを作りに行くみたいな、ね、積もる可能性は今後十分残されていました、はい。どっかでリーチ踏み切る手ありましたかね。手ありましたね。トンキルあたりで行っちゃってもよかったかもしれないですね。はい。しかし悔しがるハギーもかっこいいというコメントが、何をやっても様になるということですよね。それはそうですよ。羨ましい限りですが。はい。そりゃそうですよね。さあ、曲は進んで難入しました。ドラはリャンマン。でもどうかな、トンキルあたりでリーチと柴田さんも腹くくってね、トン仕掛けてポンテ取ってきてるかもしれないですね。黒沢のスーピングがどうだったかですよ ね、 そ う、 ね、そうなると止まりそうですけどね、はい。実際3ピンスーピンはあのスーピングがラスハイでした、うん。さあ黒沢の手がマンズと自敗の多い形、萩原はドラが統一、柴田は統一の多い形、沢崎は春付けの手配、いいシャンテンですね。はい、いいシャンテンです。赤ドラのいいシャンテン、うん。これで5統一目萩原さん今引いたのがチーピン1、2、3、4統一ですか。統一分岐のところですが、換算ピンを嫌っていって、はい、まあ、どっちにも対応できるようにってことですか、うん。黒沢はマンズの本一へ、柴田もいいシャンテンまで来ています。さあこれで E1 とスライドして、沢崎もいいシャンテン。やっぱりこう何回か実況させていただいて、このルールめちゃくちゃ手がぶつかり合うじゃないですか。まあそうですね、そう、本当にやっぱり見ててすごい面白い。あの公式ルールは公式ルールの面白さがあると思うんですけど、なんか殴り合い、まあそんな殴り合いでもないですけどね。そうですか、殴り合いというか相手にね、あの、はい、いつも武器があるので、殴るというよりうまくすり抜けるみたいなイメージですけどね。すり抜ける、真正面からぶつけていくと、はい、展望いくらあっても足らないと思うんで、しょっちゅうやっぱりマイナス表示になってるのを、いますけれども、ね、あのいくらトップ大きいルールとはいえね、ハコラスとか食っちゃうとね、はい、例の棒とかね出すとね、やっぱね、例の棒恥ずかしいですし例の棒も1本や2本じゃ済まなかったりしますよね、はい、こともあるんだよね、はい。やっぱり先手取られた時はね、はい、あんまり真正面からぶつけるってことはないと思いますけどね、うん。どこで例えばリャンシャンテンぐらいからバチバチって飛ばしていくことってやっぱ少ないじゃないですか、はい、このルールとはいえ、ね、やっぱイーシャンテンで1枚勝負ぐらいだったらいけるけどみたいなね。さあテンパイが入ってますね、柴田がテンパイ一番乗りですか。チーマンパワー闇テン、リーチもありそうなとこではありますがそうですね、手代わり変化があるんでね、まだピンフ変化が、はい。ただもう3ピンが結構目立つ範囲なので、テンパイかもなとは周りは思ってると思います。はい、
もう萩原さんさすがにって感じですかね。準備が高くなって受け気味に手を進めていきます、はい、さあ佐々木ようやく転敗、ピンフドラさん2点で満貫です。サブローピン待ち、まあ、これはね目立ってる柴田さんのね捨て牌に3ピンなんで、はい、これは危ない危ないですね、危ないですが、これが最後のツムパンだったので、難を逃れたと。でこれが背景ですか。次が背景です。背景で積もれば跳ねまんだが、積もったのはリアンゾ。いや通ってない。どうするか。さあ想像はたくさん切られているこの捨て牌状況、リアンゾを押していきます、柴田沢崎の2人転敗で流局です。沢崎さんからすれば、はい、もう柴田さんの転敗を織り込み済みですよね、そうでなければあのリャンゾーも考えることないですし、はい、リャンゾーが柴田に通るかどうかをちょっと考える時間だったと、はい、柴田の連チャンです。難一局ドラは3ピン一本場ですね。ダブ難が統一なのは沢崎、ドラも1枚、黒沢は当然の赤ウピン、はい、もう標準装備なので標準装備、はい、さあ萩原はちょっと手配があまり良くないか。沢崎さんはねここもダブナム仕掛けていると思いますけどね、はい、さあチーワンリャンゾーとアンコにします。第1つも第2つもこうなってくるとどうですかね。1枚目はもしかしたらスルーありますか。まあ泣くとは思うんですけど、はい、あやっぱ泣きましたね。泣きましたね、はい、黒沢から打たれた1枚目の難を動いていきます。萩原は数ワンを引きましたが、まだまだ上がり絵は遠い形。柴田はいいシャンテン。6万つもぎりでしたね。柴田さんですか。柴田です。はい。柴田さん。両ピンがちょっと切りづらいってことですか、佐々木。そうですね。あの一泣きで、はい、ドラ回りですからね。ポンとして。実際リャンピンは沢崎にチーテンが入る牌でした、はい、で沢崎はドラ短期で起きましたね。イーソーが狙い目っぽいんですが、はい、休めでね2-6で終わってしまう可能性もあるので、ハネマン確定に受けました、はい、ただこれは待ち頃の牌が来たらもしかしたら変えるかもしれないですね。どっかで変化させる可能性があると、はい、さあ柴田はもうすでに沢崎に対して少し受け気味に、さあこれ勘しますか、まあ、どうだ。全然してもおかしくないと思いますけど、沢崎のジャッジは勘、はい、シンドラは9ピン。さあ持ってきたのはパーワン、振り点ですね。ローワン切ってるのでさすがに振り点には受けずと。変えそうな牌って何があるかな。多分9ピンは変えると思いますね、はい、9ピンは変えるんですが、あとは何があるかな。9ピンは実際山にまだ3枚います。変えそうな牌、9万とかどうですか。9万、変えてもおかしくないけど、あでも振り点なんですよね9万、ごめんなさい。ああそうですね、そうですね、 G1 があるんで、じゃあなんだあと何マンズはなさそうですね。マンズはそうですね。想像も想像の上、想像の上がいい情報がないですからね。リャンマンとかどうですか、今のアカウント使って。リャンマンは面白いけど、順目次第ですかね、はい、ああ急いたい恨めた形。黒沢の手も着々と、あそうか、黒沢一回ちょっと受けたんですね。3万ウーアン外してますので、老僧を軸にといった感じでしょうか。萩原はトーンを重ねる、すでに受け気味。柴田も受け気味、もう受けてますね、はい、となると沢崎の独壇場になりそうだが、まあ、独壇場とともに、はい、やっぱ沢崎さんが積もれそうな牌をやっぱ探すんですよね、はい、周りがね回ってるっていうか対応してるのはもう分かってると思うので、この3ピン短期の出上がりはもう全く期待できないので、はい、じゃあどうやったら上がれるだろうっていう、
町をね探しに行くと思います。だからこの瞬間のリアンワンとかね、なんと3品山に3枚ですよ。でもまあ実際はそうなんですけど、はい、実際はそうなんですけど沢崎さんから3品がいい情報がほぼないので、うん、でドラですからね、周りに割れてても全然おかしくないので、はい、なんか僕、うん、はい、この沢崎の手配になったとして、はいはい、周りがその攻めてきてたら、はい、変えたいなって思っちゃうんですけど、まあ、まあドラを持ってるから来てるだろうなってことですよね、はい、そういうのも、あ、ここで3品つま上がりになりました、ね、沢崎、はい、3063ダブなんといといドラドラ、まあ、パターンとしてそのパターンもあるし、はい、あの3品だけポツンで、はい、あのいけないってパターンもあるし、いろんなパターンってあると思うんですよね、はい、でそのピンズ周りは使えてるけど他が打てない部屋があるとか、うん、いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、その辺は考え方ですよね、はい、実際にはこう待ち頃の牌を持ってくることなく迷うことなく3品短期のままでつも上がりと。そうですね、いうことで、だからこれは沢崎さんにとっては、はい、まあ、ラッキーな部分があると、まあ、もちろんそこまでの手作りがいいんですけど、はい、うん、上がりに関しては月があったって感じですかね。何持ってきたら変えようとかも絶対考えてたわけですからね、うん、そうですね。さあハネマンをつも上がりの沢崎親番を迎えます。何2曲ドラは何、黒沢の手が中腕コペイがドイツと、萩原の手が両面両面イーシャンテン、いい形ですけどね、はい、ちょっと打点的にはいまいち。そうですね、柴田は国士などを見ているか、まあ、ただ萩原さんはねまだラスウェアがあるんで、はい、うん、ここは手を進めるような曲を進めるようなね、うん、上がりを狙っていってもいい場面ですよね、はい、さっきの沢崎さんの3品、はい、もしかしたらそのままなんか押し切ってたような気もしますけどね。そういうイメージもあるから不思議ですよね、うん、沢崎さんって沢崎は、はい、意地を通すじゃないんですけどどんな良さそうなの持ってきてもそのまま紡ぎって、うん、これはハネマンって決めたからハネマンにするみたいな。あ、なるほど、イメージもありますね。そうだったかもしれませんが、はい、萩原さんはつもりさんこのイーシャンテンに取ってますね。そうですね、萩原、はい、さあ黒沢の手がいって進む。さあドラの難を重ねたいところ、萩原鎮逸なんかも行くかどうか、そこも注目だ。こっから4枚外すのはちょっと時間的にどうかなっていうのがね、はい、ありますけど、例えば2品なり小さなりが場に2枚打たれて、はい、アンコにならなくなったらあるかもしれない。例えばこういうのですよね。これはどうでしょうかね。あ、その芸ですか。鎮逸は見ていないと。あの一番鎮逸にするんだったら行きやすい牌だと思うんですけど、はい、それでも行かなかったってことはこの手はつもりさん、まあ先にあんこればね3個でも十分というか、はい、むしろ数ワンコまでそっちの方を見ていると、うん、なるほど、あんこ系の手牌を見ていく。さあこれはつもりさんあんこのリーチになりそうだ。そうですね、2品と小僧待ち。さあ柴田の国士はリャンシャンテンまで来ています。ここは9品、うん、沢崎は9層積もって9品切り、9品は現物です。さあどこかで反撃ののろしを上げたい黒沢。そうですね、黒沢さんは今日はイーシャンテンとかテンパイがね、はい、決まらないんでね、本当にそうですよね。手は入ってる印象なんですが。そうですね、手自体は来てるんですけど、まあ材料はあるんですけどね、はい、なかなか仕上がらない。うん、上がりまでが遠いと。だからここもねなんとかしてね、あの踏み込んでいこうとはしてるんですけど、どうですかね。こういう黒沢の今日みたいな状態になったらどうすればいいんですか。なんか、うん、まあ基本は我慢するんですけど。我慢ですかやっぱり。ただこのルール我慢しててもね減っていきますよね、減っていくんで、どっ
かで折り合いつけていくんですけどね、はい、まあ難しいですよね、うん、さあドラが増えました。萩原が9番を安冠して新ドラがパーピン、オスなら GP、 まあ9層からいきますか。9層からですか。ということは E ピンなりパーソーなりが埋まったら、うん、はい、追いかけリーチで1枚勝負するかもしれないですね、うん、コンペですね、 ですね、はい、はい、さあ萩原の両ピンとチーソーは手牌には1枚ずつ持たれている。手牌には切られていない。山にまだ2枚いますね。これでどうしますか。急走行くとこれは入り方によっては小さい危ないかもしれないですね。はい、ローピンとか引いちゃうともう出ていってしまう形と、うん、どうしますかね。こちらです。あ、小走重なった。あ、これで単ヤオに行きますか。でも E ピンは通ってない。どうしますか。安全牌はありますね。ほぼない。まんずとか、まんずを抜くことになっちゃうんで、はい、それでもトップの手法と思って抜きましたか。はい、黒沢さんいいシャーテンですがドラが出る形。さあこの順目にドラはちょっとやっぱり厳しいですよね。切り切れないかどうか。うん。まああとポイントはもう一回親番があるってことですかね。そこに向けて我慢する手もある。はい、手もありますか。6万切り。6万は、3万が通ってて9万を冠しているので6級は間違いないと。そうですね、比較的安全そうというぐらいですか。はい、うん、手が進まない、うん、さあ萩原の町は残るは2ピン1枚。あ、でもそうか、2ピン今黒沢が引いたんですね。萩原の町は山からなくなってしまった。さあ黒沢これもまたいいシャンテンですが、いいシャンテンですけどね、残り積も番が少ないということで3ピンを安全に切っていく、はい、風装が通ってないですしね、はい、今通りましたけど、あと何ですからね。ここまでションパイのドラマなんですから。そうですね、さすがにこの曲はもう手仕舞いと。萩原は積もれずということは一人天敗になりそうですね、はい、萩原さんの。沢崎こちらが敗手敗ん、あ、天敗だ。これパーソー切れば天敗です。パーソーは切りやすいんじゃないですか。急走が4枚見え、風走がパーソー切れる、はい、はい、なんと粘り強い沢崎天敗を敗手で入れます。これは結構ガクッとするんですよね。ガクッとする、まあ、ガクッというか、はい、萩原さんからすると、うん、まあ上がれなかったけど親流せたかなって思って最後無筋っていうか筋なんだけど通ってないパーソー、通ってないパーソー打たれるじゃないですか、はい、うわって思いますよ。あの手開けられる前にね、はい、パーソー打たれた時にうわってうわテンパっちゃったって、うん、うわなんだこれすごそうだぞ。もっといやなんかこうなる気がしたんですよね今もう。さあいいシャンテンです。さあ何を切っていくか。あでも、うん、思ったより形良くないですね、うん、だからイーシャンテン取らずですもんね。取らず6、7、8やドラ引きに備えて想像は手をかけません、うん、さあ沢崎は想像が両冠になります。これでイーシャンテン、はい、イーシャンテンです。初を重ねたのは黒沢、標準装備の赤が1枚、うん、沢崎はでも今の天敗入れたのこの曲上がりになったら大きいですよね。うん、大きいし、はい、沢崎さん自体が、はい、なんていうんですかね、やる気と言いますか、うん、この曲いけるってあのハイパイ取る前に思ってたと思うんですよね、はい、さあ実際に天敗が入ります。カンチーマンマチだからこれを
ね、あの先手だからって言って、はい、2戦折るグラドラ1枚で4戦折るぐらいじゃ許さないんですよね。ぐらいじゃ許さないんですよ、はい、仕上げてから行くわけですよ、はい、ただもちろんここで G1 が打たれたりしたら、はい、あの上がるは上がるんですよ。それは上がるは上がる、はい、うん、でも仕上がった時は許さないんですよ、はい、さあそういう怖さがあります、はい、さあ何を引いてくるか。スーソー、これはどうでしょうかね。ここでもう一回外すとかはさすがにしないですか。三図を切ってることと黒沢さんの仕掛けが入れてることが理由でしょうかね、はい、さあ黒沢が二風呂、うん、黒沢さんもこれは自分の調子の悪さを受け入れて動いていきましたよね、はい、うん、あの面前でやってたら今日の調子だとスピード的に追いつかないと。はい、さあ沢崎の手がどのように変化していくか。柴田は、なんと白が統一、現在2着目です。仕掛けていくかどうか。さあ G1 を重ねたのは黒沢、うん、沢崎さん流れ牌を重ねましたね、はい、さあこれで一気に黒沢が有利に立てるかもしれない。これでゴロチの変化が一歩進んだ、はい、しかしそのパーピンを知恵したのは黒沢。三風呂でサブローアマチュアテンパイです。さがむしゃらにと言っていいでしょう。うん、黒沢、はい、ただこれ黒沢さんは打点的な恐怖がなくなったので、うわこれはかぶせるな。うわこれはかぶせます。100% リーチですね。ここですよね、はい、沢崎のリーチが飛んできた。イスチは待ち高めはチーマン、ただもうこれ黒沢さん止めようがないですね。もう歯食いしばっていきますか。黒沢スチーマン引いた時の赤ウーマンっていうのね、打つ手はあるんですけどね。一発目は白。さあ怖い怖い怖い沢崎の親リーチが。沢崎がただ G1 は1枚しかいない、はい、3万積もった、うん、黒沢ここはさばききりました。親の沢崎のリーチ、ね、1000、2000は1100、2100、役は初ドラドラ、まあギリギリかわしましたね、はい。いやでもこれきっかけになりそうな気もするんですけどね。どうでしょう、うん、あのそういうふうに思ってるからこその、はい、さばきですかね。さあ親番を持ってきたのは黒沢、何の3局ドラータンです。さあ黒沢ここの親番は落とせない、なんとしても連チャンをと思っているでしょう。なんですけどここはそんなに時間がないような気がしますけどね。というのはどういうことですか、はい、状況的に黒沢さんの連チャンをみんなさせたくなくて、はい、柴田さんは今2着目なんで、はい、まあもちろんトップ目を狙って満貫作りくってもあるけど、まだ結構あるんで着順キープで十分だし、萩原さんも黒沢さんにまくられたらラスになってしまうと、はい、でオーラスに自分の親があるのでここは流したい。なるほど、沢崎さんももちろん流していい。そうか、ということはみんなその、まあ、流しに来ちゃうっていうことですね。来てもおかしくない場面なので、はい、そこまで時間があるかどうか。なるほど、さあしかし黒沢ツモがいいぞ、うん、これだとね標準装備の赤を持ってくればね、そうですよね、グッと引き締まりますよね。珍しく標準装備の赤が今回はない黒沢です。沢崎は、まあ、2差しが見える。サリアムワンを引いてイーシャンテンだが、これはどうするか。
まあ普通にはローソーっときたいですけどね、スーピンから、ソーズの量刑を生かしたと、ソーズ伸ばしてマンズのカンちゃんを払うってことですかね、はい。さあ萩原がシャアを残してドラの何から切っていきました。両面両面のいい判定です。いやー萩原さんどうだろうな、漫画が見えちゃってるんで、あこれであうまくいきましたね、はい、両面両面に変化。あさあこれはリーチだ。そうですね、漫画が見えてる以上漫画手でリーチ、ドラの何先でシャア切ってリーチですよ、はい。どういうことですかこれは。うーんで周りからしたらやっぱり安くはなさそうに見えますよね。そうですね。で先に難を打つってことは、はい、あのもし泣かれても自分は戦える手であるってことですよね、はい。だから先に難を打った、もし泣かれたら数ワンチーとかして緊急避難もできるって形、はい、まあ、萩原さんからすればですけどね。さあ黒沢さんはどうする、目いっぱいならリャンは萩原は、ああ目いっぱいいきました、数万をスルーしてたんですね、いつの間にか。そうですね、当然のように、はい、だからそれは泣かれなかったってことはね、はい、大きいと思います。なるほど。さあどうする、これでゴロチが見えるんですよ。現物リャンズを打っときま、あ違うか、ローソー行きますか。ローソーローピンって行くのがゴロチの3色への道だが、中筋で先ローピンですか。じゃあローピンから行ってローソー勝負、もしくはリャンズを行く手もある。安全度だなリャンズ、ただこれだと3色なりにくい、なりにくいです。サブローズハイパーもう売ってないと思ってるんですかね。あ、E1 がワンチャンスだったんですね。柴田3万がアンコ、ワンチャンスの E1 が柴田から打たれてリーチピンフドラドラ。うーん、柴田さんは結構痛い報酬ですね。そうですね。さあ2着目3着目が入れ替わった形、第4局を迎えます。親番は萩原、ドラは数万です。お萩原さん今ちょっと時計見ましたよ。はい、ちょっと連チャンしたろうかなと。実際あと何分ぐらいあるんですか。実際はあと何分ぐらいでしょうか。今残り時間はどうでしょう、まだ40分ぐらい残ってるのかな。40分も残ってたらもうやりたい放題ですよ。さあちょっと報告埋まってる状況ですが、なかなか答えが教えてもらえません。だいたい1曲5分ぐらいの感じなんですよね、やってる曲5分、はい、感覚ですと、はい。だからもし30分ぐらい残ってるんであればもう時間的にも十分と、6曲ぐらいいけちゃうよと。そうですね。でプラス1曲もあるので、はい、これがね残り10分とかだと、はい、まあ、結構連チャンする数も限られてくるんで、うん。さあ今日は苦しい日になってしまった黒沢。そうですね。さあ沢崎がトップ上ですね、難を1枚目から仕掛けていく、はい、終わらせに来ましたね、はい。でこれ柴田さんは着順的に結構3着が安定しているので、はい、あんまり怖いものがないので沢崎さんに対して絞りにはいかないですよね、うん、はい、自分の上がりを目いっぱい見ると、はい、優先で自分の着順を上げに来るんで、はい、これやっぱ展開的には沢崎さん有利ですかね。なるほど、次が泣けるってことですよね、はい。少なくとも柴田さんは、はい、あまり絞ってこない、まあドラとかね赤は別ですけどね、あとパンパイとか別ですけど。さあ萩原いいシャンテンですね、マンズが両系、柴田もいいシャンテンまで来た、はい。さあパンを重ねてここで多発選択です。難しいですけどね、どうしますか。いいピンですか、うん、一番、あ、そうか、黒沢が国士模様、国士模様ということでいいピンをチョイス。もうあるし伸びによね、伸び次第だね、はい、内通で満貫まで行くのかもしれないですね。なるほど、こうなってもなお打点も見ていくと、うん、その辺はねやっぱり
隙さえあらばじゃないですけど、はい、あの萩原さんが2連チャンされて、はい、とか、まあ、もちろん一撃でもあるんですけど、うん、まくられパターンはあるんですけど、はい、柴田さんに上がられてねトップまくられるパターンってあんまないので、うん、沢崎さん的には 手作りするね時間や余裕もまあないわけではない。はい、しかし実際は萩原がもうイーシャンテンまで来ている。そうですよね。キュッソーとイスチーは柴田はこのままだと打点が少し物足りない。そうですね。さあ柴田と萩原の点差が8100点ということで16ザンニーからですか。うん、さあこれテンパイです。これは外す。うん、その急走を地位できて沢崎はちゃんぽん待ちの天敗。タンパースは弱いと見たんですね多分、はい、でまああとドラをくっつけて、はい、逆転点にしたいとは。これどうするんだろう。さあこれ実際は急走がもういないんですよね山に。そうですね。地走パースを、うん、にしてもでいく。そうですね。ちょっと沢崎さんに怖いんですけどね。はい、あの漫画宝珠だとまだ着順は守れるんで。さあしかしパワーワンが柴田から、はい、打たれて終了です。なん1000点です。うん、さあ54回戦はちいちゃから、あちいちゃじゃないごめんなさい、トップから沢崎、萩原、柴田、黒沢、以上の着順で終了となりました。この後インタビューがおそらくありそうですがどうでしたか。そうですね、はい、まあ、萩原さんがなんか進化してる感じがあって、はい、見てて面白かったですね。うん、すごく面白かったんですけども、はい、まあ、やっぱり最初の入り聞いてみたいですね。あのリャンウピンノベタンから、はい、リーチューターズから、はい、まあ多分そのマッチの良さを見てっていうかね、その上がれそうな街を探しに行ったんだとは思うんですけどね、はい、でも実際ドラさんでね闇店から入る、そのノベタン役なし闇店から入るっていうね。そうですね、役なしノベタン、はい、なかなかできないというかやりづらいところをねやってきましたので、はいはい、さあそれではインタビューの準備をしてまいります。最初は沢崎プロと黒沢、お疲れ様です。対局を終えた柴田プロ、沢崎プロ、来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか対局を振り返って今日。じゃあまずは沢崎プロからお願いします。はい、今日の対局、今日ね、はい、なんかハイパイが良すぎたね。ハイパイすごい良かったです、うん、でもなんかツボがねちょっとそうですね、うん、変だったね。だからあの黙って青くしようと思ったのね。はい、でもツボが悪い時にリーチってもしょうがないからね。うん、あのペイ打ちは1回戦のね、1回戦で始めのやつの、はい、萩原のチートですか。そうそうそう、はい、あれはちょっとやりすぎたね。うん、チートやるかもなと思ったけど、うん、あの点差がね、あの柴田君とちょうど1万点ぐらいだったから、うん、あそこであの天敗の点差をつけると次楽だなというような感じでね、で天敗を求めたっていうことですね。うん、そうそうそう、はい、天敗はね、だからあれ、うん、まあ補充したからそう思うんだろうけどね、うん、まあ、通ることがザラなんで、うん、こちらではその沢崎プロがやっぱりこうチート率なのかもなっていうところでペータン機でリーチ来る、うん、来ないんじゃないかっていう読みもあるんじゃないかって話をしてたんですけど、いやいや、だから チート率もね一瞬思ったんだけど、はい、ただドラが全部で切ってたんで、うん、だからあのまあチートで、ね、1枚使えないしね、うんうん、まあ、あと赤だけども、うん、赤はあんまりあるっていう雰囲気じゃなかったからね。でも漫画って言われてガクってきたね。まあ、そのペイが裏腹でしたね。ペイが裏腹で、うん、はい、
さあ柴田プロどうだったでしょうか。うーん、そうですね、なんか今日はコーツ手みたいなゴツゴツした手が多くて、うん、縦がすごい、そうですね、縦の手が苦手で、うん、なんか瞬津手が素直な瞬津手、たまに来たらリーチって言っても追っかけられて4戦8戦とか言われてあ、そう、あの振り手に振り手に、そうですね、そうですね、強えなと思いながらやってました、はい、そうですね、瞬津手はなんか3アンコウとかね、つもり3アンコウとか、なんかカンチーピンのなんか関して黒沢さんから6-4上がったのとか、はい、そんなゴツゴツしたのは上がれるんですけど、普通の瞬津手が上がれなかったなって印象ですけど、あのカンチーピンもなかなかその闇点にしてすごいいい上がりになったわけですね。そうですね、まあそれもドラのイーソー切ってまで行くのかって話なんですけど、うん、はい、まあ一応それリーチでも良かったかなと思ったんですけど、なんか赤ウピン引きとリャンピンの振り替えぐらいしかないので、まああれ思い切ってリッチっていうのも戦略のな、裏ドラね、自分で増やしたんですから、はい、勝負もありなのかなとか思いながらやってましたけどね。結果としてはまあでも闇点なだから出た範囲ということでしたよね。2件リッチだとそうですよね、こっちからするとあそこまでしてあえて闇点はドラまで来て、まあ関してドラ増やしてイソ打ってドラ打って、相手の闇点は逆に読みづらいかなっていうような、うん、はい、そういう解説でしたけど、そうですね、なんか萩原さんでもピン数きつそうですもんね、なんで、はい、うん、なんで、どうなのかなと思ってましたけど、ね、はい、沢崎プロはあの6球満の振り点で、あ、6球満ね、親のリーチ入ってたのに、まあ、振り点で追いかけリーチと、うん、まあでも勝負手だからね、はい、だからあれ逆にあのチーワンにロアン引いたらダメ点だろうけどね、うん、もう振り手あれ積もるしかないから、はい、積もってね、なんかダマでもったいないよね、うん、せっかくの勝負だからね、はい、まあどうせ負けんなら負けるんでリーチ棒の一本ぐらいつけてやるって感じでね、なるほど、うん、思い切った選択が面白いな、リーチって言える人なかなかいなしですよねでもリーチすればもうね確定だからね、積もればね、はい、うん、そうですよね、いろいろな選択があったと思うんですけどね、うん、まずあれドラドラだったんで最初のカンパーマンでリーチ打っちゃう人もいるかと思いますし、うん、でもあれカンパーンじゃちょっと情けないよね、はい、で、うん、で沢崎さん実際、まあ、こっちその前から外すって言ってたんですけど、うん、外して、うん、で振り点になった時終わりが入ってるので闇点にしてあの危ない範囲掴んだら引いて、でそれでも上がりきて3000、6000ってパターンもあるかなみたいに思ったんですけど、うん、今日はね、あの元々来る前から連勝を狙ってきてるから、うん、トップかラストでいいと思ってるからね、うん、だからそういう分ではやっぱり叩ける手だから、うん、報酬だから親に報酬してもしょうがないと思うし、うんうん、そういう意味ではやっぱりリーチでいいのかなと思うね、うん、でまあ実際最高級に仕上げましたからね、バイオに仕上げたんで、裏側、ね、見てくださいって言われちゃったから、あれ見ても同じなんだけど、ね、2枚乗ってもバイオンですからね、一応そう形式上ということですよねそうよね、はい、はい、そうですね、では2人の、成績表が出てるようなのでそちらをご覧ください。沢崎プロが2着1着でポイントを伸ばして5位まで浮上、柴田プロはマイナスを最小限に抑えた形で7位というところで、2人ともまだまだ上位の可能性残されてますね。沢崎プロもう1ちょっと大きめのトップで首位の位置までいけますからね。うん、もうすごいですね。さあ、まあ下手より上だからいいや。柴田プロもあの、まあ今日結構展開としてはかなり厳しいかと思うんですけども、ちょっと受けすぎかなとやってて思いましたけどね、まあ、マイナスは最小限に抑えたんじゃないですか。このルールトップ取んないと ね、なかなか増えていかないんで、もうちょっと前のめりでもいいのかなとか思いながらやってましたけどね、はい、はい、じゃあお二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。この後黒沢プロと、萩原プロのインタビュー、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。対局を終えた萩原プロ、黒沢プロにお越しいただきました。2人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはどうでしたか。ちょっといろいろ見どころがたくさんあったと思うんですけども、萩原プロから。まあ、やっぱり僕はフォーカス M に出させてもらう理由の大きな一つの理由は、あのやっぱり M リーグにおけるマージャンをどう打とうかということの、まあ自分のマージャンを
こう確かめるというか、はい、そういう感覚が一番のテーマになっているので、昨日のまあ不甲斐ない結果に対する、ちょうど今日出してもらえたので、ちょっと翔ちゃんファンには申し訳なかったんですけど、いやあのまあ内容的には悪くなかったんじゃないかなとは思います、うん、でもやっぱりね、本当に麻雀って分からないなと、難しいなっていうことの繰り返しで、今日良かったからといって次の対局でいいとは限らない、うん、だからまあ僕は基本的に、自分よりも見てくれてる人をテーマに打つことが多いので、勝っても負けても、納得してもらえるような麻雀をどういうメンタルで打てるかっていうことにおいては、まあ、今日はすごく内容は良かったかなと、自分的にはまあ75点ぐらいはつけてあげてもいいかなとは思ってます、はい、最初の入りですね、当一局、はい、リャンウティンのノベタンの役なし赤さんドラ1の、うん、ドラ4枚持った手牌で闇点から、はい、ウーパソーに変化して、そうですね、まああれソースがジャン島に潰れちゃった場合はもうリーチしてもしなくても同じような街になるので、はい、闇点にしても出るとは限らないので、もうそれは思い切ってリーチ行こうと思ったんですね、そのサブローピンで、はい、ただもう最この街だけは嫌だなっていうか、パスを引いてくれるなと思ってたぐらいなんで、なんかもう、あの順目もちょっと深めになってきてたので、まあただね、リャンピンでさすがにリーチ行くほどちょっと能天気に麻雀打ってないと、うん、ピンズ待ちではさすがにちょっともう勝負にならねえだろうと思ってたし、絶対上がりたい手だったので、まあ、多少他から押し返されても自信のある街になったら全部ぶつけようというふうには思ってました。はい、もう選択がもうただもう素晴らしいと、まあ、最近の流行りじゃないですけど、はい、あれリーチ打つ人多いですよ ね、 多いですよね。まあでもあの打点があって上がり逃し絶対したくなかったんで、まあ親に来られようが、まあ、ぶつける覚悟がの価値のある手だなと思ってたので、それがまあ一番いい、おそらく一番いいであろう。そうですね、ウパソーは絶好でしたよね、はい、絶好の街になったので、自分から真相が全部見えて、なので闇点で、8000拾う手もあったかと思って、跳ねまんですし、まあ、誰でも切りそうなパーソーです、はい、だけど自信がある街だからリーチしました、はいはい、それが見事跳ねまんの上がりにと好スタートを切って、南三局ですね、ペータン機の親の現、はい、親リーが入って現物のペータン機のチートイツを、いやちょっとね、もう勝負かけるならここかなっていう意識でした。あれやっぱり山2枚は自信あったんですね。自信ありました、で、ね、はい、まあ、黒沢さんの手が親番ということもあり、ドラ2の切り出しも割と早くしてて、どういう手か、まあ、やっぱりこの赤ルールがあるとちょっと打点読みづらいなと思いながらも、まあうん、まあ、お二人、まあ、そんなに簡単に切られる牌かどうかわからないんですけど、まあ、手が詰まったら確実に打たれる牌だってもおかしくないと思ったので、はい、まあ、たまたまその前に佐々木さんに強烈なバイマン積もられたので俺もなんかどっかで勝負かけなきゃなと思って出たので、それがまたまたま佐々木さんから出て裏が乗ったっていう。しかも裏ドラがその町のペーター、はい、まあ、本当にああいうのこそなんかこうラッキーだったなと思ってます。もう、いやいやいや、でも切られる覚悟で行ったペータン機なので、はい、もう補充して親マン打っても、うん、それはそれで、まああのラッキーはでも掴み取ったっていう感じしますけどね、見てた人から。そうですかね、はい、でも親の現物でバカじゃねっていう人もいるかもしれないですし最初闇点にしてて、なんですかね、ペイが、はい、切られなかったじゃないですか、はい、でそれで、山にあるっていう自信を持ったところでのリーチだったんで、あとそのチートイツの天敗に至るまでのその感覚がすごい良かったっていうか、残した愛がことごとく重なってくれたなっていう感じだったので、でまあ3ピンペー打って3ピンも悪くないかなと思ってたので、闇点の構えもあったかもしれないんですけど、まあ、やっぱり、まあ、リスクを負わないことが最大のリスクだという僕の好きな言葉があるように、もう何のためにこのフォーカス M に出てるんだってい いうテーマもあるので、まあ別にここでトップ取ることも重要ですけど、それより遠くに重要なものがあると思って、はい、ペータン機で思い切ってリーチしました。結果が最高の形になったので良かったです。あの上がりが効いてトップだったというところですね、はい、
やっぱりこう手だれが集まるとその理屈だけじゃないどっか紙一重の勝負勝っていかないと、うん、そうですね、なかなか勝ちきれないなっていうのは本当に連盟さんにお世話になってからもうその前からもそうですけど本当に感じることがあるんでやっぱりその範囲いっぱい押せるかはメンタルだと思うんですね、まあ、危ないと分かってて切れるかどうかみたいなことになってくるんでそのためには本当にこういう場があるのはありがたいなと思います、はい、では黒沢プロ、はい、お疲れ様でした。今日はちょっと手が入れどもなかなか上がりまで結びつかないという展開で疲れたとは思うんですけども、ね、どうでしたか、はい、とりあえず打ってる時の萩原さんの迫力っていうのは、はい、多分一緒にタッグを囲まないとわからないんですけれど改めて違う敵チームじゃなくてよかったなんて僕は同じチームで本当よかったなんか2人のその展望の移動がすごくなかったんですよ。バチバチで。そうですね。多分今日黒沢さんが不調にさせられたのはやっぱ最初のパーソー補充だと思うんですよね。そうですね。あれも、うん、どちらかというと澤崎さんを見てワンチャンスのパーソー残して先に数層の方打っちゃって、うんでも萩原さんだとあるなと思いつつ自分も両面赤一の、シャンテンだったのでちょっと勝負してしまったんですけれど、まあ、なんか若干ロテ踏んだ感あったんでああいうのがぬるいなと思ったでもあそこでは心は折れなかったんですけれども、はいはい、なんかその後萩原さんから漫画上がり返してなんかそのお互いの展望を受け渡しがなんかちょっとパチパチしてまして同じパーソーでそうそうそうだったんですよ。ただちょっと私一つがすごい後悔してるのはその澤崎さんが4000、8000積もった曲に、はい初とチューン統一で、あ、はい、初はすごいでもう一つ役配暗号の手だったんですけれど、はい、あれチューン泣くんだったら、まあ、初からですよね、はい、初からというか打点見て、うん、勝負しに行かなきゃいけないのに、はいはいはい、中途半端になんかそれでチューン泣いて初に前落としみたいな、結局2-6とかにしかならなそうな手で仕掛けてしまって、はい、ああこういうところだ、まあ、自分らしくなかったってことですね。あれそれそんなのもう一枚スルーしてみたいな。そうです。それか泣くんならもう一ピン落とすの、うん、一ピンじゃないかチーマンウーマンですか。そうとか落として、うん、まあ、はい、ちゃんと打点も見ながら打たないと、うん、ちょっとなんかがっかりするような最終形になってしまって。うん、昨日僕神みたいなウーピン短期上がった人が、ひどいことやってる。なのでちょっと。まあ、結構手入ってたんですけど、うん、反省はすごい多い、ね、ハンちゃんになってしまいました。やっぱりもうこの自動ハイパイの感覚、これも打ってる人にはまあ分かってくれる人が多いと思うんですけど、やっぱりその手の入り方のすごい違和感みたいな時もあったりとか、でもやっぱり麻雀なんで、僕もドランコの赤嘘切ってるカンパース上がり逃しを どういう形で上がり逃しになるか分からないですけど、やっぱりあの後苦しい展開になるっていうのも、うんあるし、なんか本当行幸みたいなハイパイが来るけど全く手配が動かないとか、まあ、本当になんかそういうことを今後思考の中により意識して打っていかないと、やっぱり罠みたいになることもあるし、うん、押すべき牌は押すとかやめるべき牌はやめるっていうのは麻雀の基本として変わらないんですけど、もうちょっとこうフレキシブルなこう意識を持って打つっていうのは大事なのかなとは思いますね、うん。はい、ありがとうございます。ですね、さっきもちょっとコメントにあったんですけど、うん、まあ、そのチームライデンのお二人に今来ていただいたわけなので、まあ、その応援しているファンもかなりたくさん見てくださってると思いますし、はい、まあ、二人へのコメントもね、大量に来てるんで、萩原さん、黒沢さんから一言ずつそういう方にメッセージをお願いします。はい、もう本当に僕はこのプロになってなろうという決断をして M リーグに出たいっていう思いになって決断したことが本当に良かったなと、今本当にこういう状況で麻雀を真剣に打たせてもらえてるというのは本当に感謝してますし、もう応援してくださってる皆様がいなければ多分こんな思いにもなってないし、まあ、残り10試合本当に2人3人でね、瀬戸熊さんも含めて3人、あとは応援してくれてくださってるファンの皆様も含めてみんなで、うん、残り10試合戦ってまずはファイナルに残りたいと本当に心から思ってます。まあファイナルではファイナルの戦い方があると思いますが、まずはもうこの燃えかすも出ないぐらい純粋に燃焼したいなと思っております。はい、
ありがとうございます。黒沢プロからもお願いします。はい、結構きつい状況の時も多いんですけれども、本当にファンの方々が変わらずいつも応援の言葉をかけてくださって、まあ、昨日トップ取った時なんかも本当に自分のことのように喜んでくれたコメントをたくさんいただいて、それがいつもすごく力になっています。ここから残り10戦ということなので、まあ、もうやるしかないっていう感じなんですけれども、引き続き私たちらしく、戦っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、フォーカス M はこの辺で失礼したいと思いますが、この後も連盟チャンネル放送ございます。17時から WRC のベスト8 A 択、こちらも皆様よければご視聴ください。それではフォーカス M はこの辺で終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。